皆さんこんにちは皆さんの心の羅針盤尾端森代です少し長かったモーセロ帝が全回で終わりましたカナンに定着した後イスラエル先民がイエス様を迎えるまでにどのような歴史をたどったのかそこまで学んでまいりました今日からはイエスを中心とする復帰節理これを見てまいりましょうその前にそもそも イエス様がなぜ無限在のメシアとして生まれることができたのか統一原理の革新的内容を今日から3回にわたって見てまいります復帰原理では歴史の目的にはメシアを迎えて地上天国を実現するそのためには信仰基台と実体基台が必要それを見てまいりましたそのような中でアダム家帝 アブラハムイサク・ヤコブヤコブの時に弟ヤコブが兄エソウを屈服させるそれによって歴史上初めてのメシアのための家庭基台が勝利したしかしここにメシアは来れなかったのですすでに学びましたようにアブラハムの三種の供え物失敗による400年の区役の条件さらに サタン側は民族基台を持っていました。したがって400年区域を通過させながら、イスラエルが民族基台になるまで待つしかない、そのような流れが原理討論の中には出てまいりました。しかし実は重要条件がさらにもう一つあるというのです。人間はどこから生まれてくるのでしょうか。母親のお腹から、 母ののを通じてて生まれてくるのです実は人間の堕落の時母親エヴァの体がまずサタンによって汚されてしまったそれゆえにエヴァの体を通じてサタンの血統が生まれてくることになったのです。つまりメシアという無限在の子供を産み落とすためには性別された母親の体中が現れる必要がある。 エソウとヤコブが一つになったのは四十歳を超えた時だと言いますこのエソウとヤコブの一体化では性別されたエヴァの体中これを生み出す条件にはならないのです四十歳以前エヴァの体中まで遡ってカインとアベルをひっくり返す必要がある兄と弟が母の体内の中で 入れ替わる必要がある聖書を読むとエソーとヤコブが生まれる場面母親リベカの対中で争う話が出てくるのです少し聖書を見てまいりましょう創世紀の25章25節先に出たのは赤くて全身毛衣のようであったそれでなおエソーと名付けた その後に弟が出たその手はエソーのかかとを掴んでいたそれで名をヤコブと名付けた母親リベカのお腹の中で二人が争う話があるしかし結果的に兄エソーが先に生まれてきます弟ヤコブは兄エソーのかかとを掴みながら生まれてきたつまり体中で弟と兄が 入れ替わることはできなかったサタン分立は対中の中では難しかったというのですこの統一原理を解き明かしたムン・ソンミョン先生が血統的転換という見言葉の中でこれに関して触れていらっしゃいます祝福家庭と理想天国の2 71ページを見てまいりましょう人の誕生は 男性性から女性を通してなされるそうするとこの転換の道はどこに行ってその交差点を作らなければならないかそれは女性の対中だそこからずっと歴史は元返しの運動をしたという条件を立たせなければならない善悪の転換点は女性の対中だこのような見言葉がございました聖書を普通に読んでいくともうひとたび「 女性のお腹の中で双子が争っている話が出てくるのです。たまるという女性のお腹の中です。創世記の三十八章二十七節を見てまいりましょう。さて彼女の出産の時が来たが体内には双子があった。出産の時に一人の子が手を出したので産婆はこれが先に出たと言い。 日の糸を取ってその手に結んだそしてその子が手を引っ込めるとその弟が出たのでどうしてあなたは自分で破って出るのかと言ったこれによって名はペレズと呼ばれたその後手に火の糸のある兄が出たので名はゼラと呼ばれた田丸という女性のお腹の中で兄と弟が争っている兄が先に手を出したそれでサンバさんは」 そこに火の糸をつけましたするとお兄ちゃんの手が引っ込んでしまうそして糸のついていない弟ペレスが先に生まれてきたタマルのお腹の中で兄と弟が入れ替わったという話が出てくるのです実はイエス様の経図がマタイによる福音書に出てくるんですけれどもここにタマルという名前が出てきます ヘレズの血統にダビデそしてイエス様が生まれてくるではタマルとはいかなる歩みをした女性なのでしょうか残念ながら時間がやってまいりましたそれではこの続きはまた次回一緒に学んでまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました